地理あたかマ砂漠から見た、対日照対日照とは、天球上で太陽とほぼ反対側に見える、黄道光に続く、やや明るい、面積を持った光房。読みは、対日使用、対日照、対日使用等、様々なものがルフしている。本来肉眼で見やすい現象だが、天の川より、かなり淡い光のため、夜間の人工光がほとんどない地域でないとほとんど、見えない。 日本のように郊外で夜空が極端に明るい地域で観測されるのは極めて稀である。対日症は地球軌道に近い宇宙空間に存在する種としてセンチメートルからマイクロメートルオーダーのゴミが太陽光を散乱しているものであると考えられている。すなわち、対日症は王道光の一部である。地球から見て太陽と反対側にあるゴミは 満月と同様に太陽光を正面反射しているため、この付近のゴミが特に明るく見える。対日照の原因としては他にも、地球の高層大気が太陽風に吹き流されて作る地球の尾の冷気光であるという説や、太陽地球との間で重力の制限三体問題の直線界の関係になる位置にゴミが多く集まっていて、それが見えているという説もあった。 しかしこれらは地球を遠く離れた惑星探査機から地上観測と同じ方向に対日照が観測されることからほぼ否定された。ありがとうございます。